いや、もうやだ、まだお酒飲む。ねえ、甘いお酒ちょうだい。いや、まあ、大丈夫だって。まだ飲むの。大丈夫、まだ酔ってねえわ。全然酔ってない。ありがとう。ちょっとだけついで。もうほんとこのお酒甘い。マジで美味しい。なんか一生飲める。ずっと飲める。捕まえちゃった。何って何だと思う？あのね、俺ね、今ね、ま、なんか、すっごく甘えたい気分。ね、今、ゲって言ったでしょ。ね、今、ゲって言ったでしょ。何？俺に甘えられるの、そんな嫌。嫌なの？嫌じゃないの？でもそういうわけじゃないな。なんで離れようとすんの？おい、心外だな、心外。うん、中心外。なんかね、お酒飲んで酔っ払ってる時の俺面倒とかさ、面倒って言うな、ひどい。そんなこと言わなくていいじゃん。いや、もうやだやだやだ。もうやだ、もう絶対に話せない。それに俺まだ全然酔ってねえからな。超ジラフ。ジラフ。ジラフだ。もうカカカカ、うるせえな。わかってるよ。まだ早い段階から飲んでちょっと後悔してるけどよ。ねえ、もう。ほら、そうやって適当にあしらって。あ、もうわかった。もうわかった。お前はあしらうし、からそうカカうるせえし、もう俺怒ったよ。もうこうなったらね、こうなったらね、これ、こうする。お前が逃げ出すないようにしっかり、こうやって。はい。ここ回して。もうしっかり抱きしめといて。ないない。もう逃がさない。逃がさない。もうそういう時間。今からそういう時間。早くない。お前だってホテってる。じゃあ、耳失礼しまーす。お酒のつまみ？はま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 。わぁ、はま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 。お前の耳食べもちもちしてて美味しいんだよ、これ。はむはむわぁ、はむ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 あもう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 いやだよ、もっとするよ。俺お前の耳たぶ食べんの結構好き。はうんうんうんだってお前いつも我慢するけど今日くらいさたくさん食べてもいいでしょ。ねね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 ねいやー楽しくないの？楽しいの？どっち？はむ。もうな、もうな、なんでさ、ここ最近さ、お前がずっと疲れた。ちょっと待って。うん、大丈夫。もう一回、もう一回、もう一回仕切り直し、今ちょっといいこと言おうとしたの。だから、ここ最近は、お前がずっと疲れた顔してたから、俺のわがままに付き合わせるのは迷惑かなって思って、俺ずっと我慢してたんだよ。だからもう今日くらい許してよー。
飲むわ。あんま、なんでこんな甘いお酒飲んでんの？なんで？おいおいおい。その顔知ってるよ、俺。なんか俺がわがまま言った時にさ、仕方ないなーって思ってる顔だね。なんだかんだ言ってお前優しいね。うわぁ。あれじゃあお前が許してくれたことだし、たくさんお前の耳食べちゃう。もう今度は、さっき食べた耳と逆の耳から食べた。でもだって俺さっきどっちの耳から食べた？俺どっちの耳も食べた？もうどっちの耳食べたのかわかんないから、どっちも入っとく。あーん、めらやらやらはむ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 、お耳パーカッション、はむはむはむ、うん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 、うるさくない、うるさくない、お耳逃げない、はむ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 、うん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 、くすぐったい？体ピクピクしてるわ。え、もうちょっとやる？もうダメ、ちょっとやる？もう食べるだけじゃなくて、少しだけお耳舐めてあげよっか。ねえ、ほんとはお耳食べられたり舐められるの好きでしょ？こうやって、リズム乗りながらやるわ。んぱか、んぱか、んぱかパパ。お耳ハムハムハム。俺知ってんだよ。いつも初めは嫌がるくせにさ、俺が本当にやめちゃうと寂しそうにするでしょ。いいな、図星でしょ。俺何も考えてないように見えて、結構お前のこと観察してんだからね。もうじーるじる見てる、じるじる見てるよ。かわいいね。だから、例えばね、お前が本当に嫌な時は、静かにやって、前を潜めて床見つめる。逆にね、内心で喜んでる時は、もう表情には出さないんだけど、あのね、なんかね、この辺で、似合ってね、口角上げるの。にゅってすんの。だから、お前が耳たぶを食べられたり、耳を舐められたりするのが好きなんだっていうのは、前から気づいてた。だってにゃつくんだもん。真顔なのににゃつくんだもん。ちょっと口角上がんの。かわいい、ほんとかわいい。逃げんなよ。てか、怒んな、逃げんな、怒んな、怒んな、逃げんな、どっちかにして。あ、ダメ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 、そんなブランケットに潜り込んでもダメだよ。無駄だよ。ねえ、無駄。ねえ、もう、ほら、出なさい、それ。出ておいで。じゃあ、出てきてくんないなら、俺もお酒たくさん飲んで、もうなんか、もう今もう結構ぐるぐるしてるし、眠たくなってきたし、一人で寝室行っちゃうんだけど、いいのかな？めっちゃ無視するじゃん。超無視する。じゃあ仕方ないね。今夜は冷えるみたいで俺も寂しいから、お前の代わりに、クマさんのぬいぐるみ、全部抱きしめて寝ちゃおうかな。全部ね。あい、かわいいよ、顔、ひょこって出てる。置いてかれると思って、ちょっと焦ったんだろう。でまさか、せっかくお前と一緒にいられる日に一人でいるわけないじゃん。ああ、もうこっちおいで、おいで。やばい、本当に飲みすぎたかもしれない。さっき俺からだったけど、なんか前の方からピョクピョクピョク来てくれたじゃん。ああ、お前の体ポコポコしてんな。
俺に散々酔っ払い扱いしておいてさ、本当はお前の方が酔ってんじゃないの。もう寝る？ああ、何？もしかしてまたさっきの続き調子良くなった？かわいい。じゃあいいよ。もうお酒飲むのはもうやめて、もう真剣にさっきの続きしようか。俺もお前の耳も少し食べたいんだよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくね。んでもっていつもコメントありがとう。大好きだぞ、この野郎。つうことで、結城千尋でした。俺の声、好きか？